とは外に送るだけだ。信心深いな。こういう時だからね。他を探そう。他を探そう。
奥からカンカンカンと響くあの音、あれは俺を呪い殺した儀式の音なんだ。くそ、なんで俺が殺されなきゃいけないんだ。音は藁人形に釘を打つ音だ。牛の刻参りってやつだ。他人に見られないように7日間連続でやれば呪いが成就すると言われている。その藁人形が残っているせいであいつも成仏できないんだ。それに藁人形を払わないとこの辺り全部汚れちまう。じゃあその藁人形を探すしかないね。釘を打つ音だ。近いぞ。あいつを払ってここの汚れを一掃するぞ。するな。なぜ呪いなんか。そんなに恨みがあったの。あいつ私の朝をもらった。みんなに言いふらして生まれた。だからって呪いを使う必要が。
人を呪うとき、こいつの心も化け物になったんだ。呪いってのはそういうものだ。払ってやれ。アザのあった女の子のことを覚えてない？アザ？覚えてないけど、そいつが呪いよ。お前にとってはその程度でも、そいつにとっては違う。そいつは、お前にアザを笑われたことを覚えていた。その怒りや恨みが、やがて呪いになるまでな。だからって、呪い殺すことないだろ。俺は死んだんだぞ、そんなことで。そうだ、その感情が呪いを生み、悪霊を生むんだ。呪いは連鎖する。お前は彼女を恨むな。なあ、彼女は呪いの呪縛から解放されたのか？うん、心配ないよ。それならよかったよ。ありがとう。もっと救えるはずだ。
なんだろこれ。今のお前なら新しい技を習得できそうだな。僕はちょっと呆れている。これほどの人を救出できるとは思っていなかったんだ。想定外だよ。嬉しい悲鳴だけどね。力をうまく使えよ。リサイクルショップをやってるとさ、たまに曰く付きの代物が紛れ込むんだ。結局俺もダイヤの呪いを受けてこのざまだ。成仏もできやしない。その曰く付きのダイヤってのはどこだ。知らずに売っちまったよ。買った客は帰りに事故で死んでしまった。ダイヤは墓に埋葬されたらしい。墓に埋葬した？おいおい、そんなことすりゃ墓地全体が汚れるぞ。汚れたらどうなるの？成仏できない連中で溢れるだろう。お前のようにな。あんたはなんとかできるんだ。頼む、ダイヤを探して払ってくれないか。やれやれ、面倒なことになってきたぞ。でも放ってはおけないよ。
汚れに引き寄せられるまれびとが命をしてここに岩木付きのダイヤの時は間違いないな。片付いたな。カラスが騒いでるぜ。あいつらも汚れたダイヤに引き寄せられたのかもな。あった。よし、払うぞ。これで払えたが、また汚れるかもしれん。持ち帰って処分する。これって僕は呪われないよね。待って、その子を連れて行かないで。あんたが持ち主か。死んでまでこんなもんに執着すんのかよ。違うの、私石とお話しできるんです。その子はあのお店でずっと私に助けを求めていました。初めから汚れている石なんてありません。石は人の念を吸収しやすいだけで、石を汚すのは人の欲望や嫉妬なんです。この子をまた汚すようなことはしません。私にこの子を守らせてください。ま、あんたよりまともな持ち主はいないかもな。じゃあこのダイヤはあんたに任せるぞ。ありがとうございます。この子がいれば寂しくありません。想像していたのとは違う結末だったね。だが、これでリサイクルショップの店主も成仏できるのか。
他にもいる。探さなきゃ。なんだこりゃ。ダイヤは払ってきたよ。そうか、ありがたいけど、まだ俺は成仏できねえみたいだ。お前、他にも曰く付きの代物を売ったな。心当たりといえば、あの仮面くらいだな。先月買い取った男と女の仮面なんだけど、売りに来た奴が妙なこと言ってたんだ。二つの仮面は揃っていれば空腹を呼ぶけど、絶対に離しちゃう。まさかバラ売りしたの。片方だけ欲しいって客がいたり。ついその仮面何かあるぞ。売り主なら何か知ってるかもな。そうだね。あなたが売った仮面なんだけど、何か秘密があるなら教えてもらえませんか。昔、身分の違いを隠すために仮面をかぶって密会していた男と女がいました。しかし親に知られてしまい、二人は引き離されてしまったので、お互いの仮面を交換し、来世で結ばれることを誓い合ったそう。どうやら二つの仮面を探し出して揃えるしかなさそうだな。女の仮面の持ち主はこの近所にいるはずです。よろしくお願いします。あれほど言ったのに別々に売るなんて。おい、仮面がどうした。あの仮面は呪われてるわ。すごく怒った女性の声が聞こえ、あの人に合わせて。気がついたら死んでるし、
何が？その仮面はどこにあるの？あんな不気味なもの、この道具の中にしまったの。あなたも呪われるわよ。大丈夫だ、こいつが何とかする。また勝手なこと言う。なんでこんなところに出てくるんだよ。何？仮面の声。片付いたな。物置を探してみるか。あった、これだな。待て、触るな。わ、なにこれ、取れない。まずいぞ、力を吸われてる。このままじゃ死んじまう。男の仮面を探せ。呪いを解くにはそれしかねえ。今連れて行ってやるよ、クソ。仮面はどこ？この中です。急がないとあなたも。分かってる。あった。ったく
会わせなきゃ殺すってのはやりすぎだぜ。どうしても恋人に会いたかったんだろうね。妙なものがあるな。ありがとう。これで成仏できるよ。あんたたちは仮面を再開させたんだ。きっと幸福が訪れるよ。仮面が再開できたのか。よかった。これで成仏できる。